どうも、後藤輝樹です。今回の動画は花粉症の原因というか花粉症予防のについて、実は花粉症はみたいなそういう話をしたいと思います。というのは、この前の動画で僕アセンション次元上昇はみたいな話してたんですけど、でそこで、ちょっと目がシュパシュパするとか、ちょっと鼻すすったりとか、ちょっとこういうのやってたんですけど、もちろんちょっと疲れてるとかそういうのもあるんですけど、寝不足とかそういうのも、寝不足っていうほどもないですけど、ちょっとそういうのあるんですけども、そうではなくて、違和感を感じてたんですね。ちょっとここ最近、この前ね、排水口の、ちょっと乳首が出ないように気をつけてますけど、排水口の清掃、乳首出ちゃうと YouTube ダメなんで、排水口の清掃の人来たんですよ、マンション全体で。で、それで、ちょっと掃除してもらってから、なんかこう、異臭がするんですよ、異臭が。で、異臭の原因ちょっと突き止めたんですけども、ちょっとまだなんか、違和感をちょっと今日先ほど感じてて、なんだろうと思ってたら、こう洗面台のところが異臭がしてて、それ異臭がするっつっても、普通の人だと気づかないレベルの異臭ですよ。もう排水口にこう鼻を近づけて、で、嗅ぐと、あ、こっから来てるなっていうのがわかるぐらいで、鈍感な人だと、あ、なんだこれ、みたいな、なんだこれすら思わないかもしれない。俺、敏感なんで、そういうの結構感じやすいんですよね。まあ別に霊的なものじゃないんですけども、そういう匂い、そういうの感じやすいんですよね。で、ちょっとその違和感。で、違和感からちょっと鼻水が出る。普段出ないんですよ、そういうの。鼻水出たりとか、さっき動画話してましたけど、なんかこう、変な感じがするなっていう。別に霊的な現象ではないでしょうけども、そういうのあって、で、いや、なんか花粉症みたいな症状だったと思うんですけど、で、今ね、それは、封したんですけど、封して、匂いが出てこないようにしたんですけど、ちょっと、なんでね、管理会社の方に電話して、ちょっと対応、ね、なんとかしてもらおうかと思ってるんですけれども、まあ、それは置いといて、だから花粉症って言われる症状は、花粉症が、もうすべてスギ花粉のせいみたいにされてますけど、僕はそうは思ってなくて、まあ一つのね、別にこれエビデンスがあるとかではなくて、僕の考えなん、僕の思ってることなんで言いますけど、僕の人生経験と僕の感覚、センスで言いますけれども、まあ花粉症が全てではなくて、まあ花粉症自体が悪だとしたら、もう昔の人も花粉症だらけだったと思うんですけど、まあ近代以降、やはりその花粉症とその化学物質とかが、一緒に混ざっちゃって、排気ガスとか、まあ、含めて混ざって、それが、新しいものじゃないですか。花粉症だけじゃなくて、化学物質と混ざって体の中入って、そこで、体が反応してしまう、鼻水出る、涙が出るとか、そういったいろいろ出てくると思うんですよね、体の抵抗として。なので、その花粉症だけのせいにされてますけど、例えば今みたいな、排水口から匂いがするとかも、なんていうんですか、それが原因だったりするわけじゃないですか。ちょっと乳首が出ないように気をつけますけど、それが原因だったりするわけです。排水口。花粉症かなと思いきや、実は、探ってみたら、そういう排水口の匂いが、その微々たる匂いが、敏感に察知してたって。それは僕が敏感で、そういうふうな、こう、調査能力があったから、敏感かつ調査能力があったから発覚しましたけれども、それがない人は、気がつかないで、大丈夫じゃないみたいな。で、あ、花粉症だみたいな。みんな花粉症、花粉症。あ、もう花粉症の季節だみたいな形で、花粉症のせいにされてますけれど、されちゃってますけど、実はいろんな原因があったりとか、まあ、食べ物だとか、添加物だとか、まあ、経皮毒とか、いろいろあると思うんですけども、まあ、化学物質もそうですし、まあ、ここなんて、自動車通るんですよ。高速道路を目の前で。排気ガスとかすごい出てくると思うんですよ。まあ空気清浄機やってますけど、で、僕なんて、コロナとか、そんなのがある前から僕もマスクずっとしてるんですよ。
外出るときは必ず、なんていうんですか、もう花粉だから、表向きね、花粉症って言わないといけないで、もう花粉症って言ったりもしますけども、まあ、アルバイトとかね、働くとき、花粉症じゃないともうしょうがないですとか言うと、まあ、しょうがないねってなるから、それ使いますけど、まあ、花粉症かもしれないし、実際には。でも、その化学物質だとか、排気ガスとか、まあ、タバコの煙とかもありますし、そういった目に見えない化学物質を吸い込んでるわけですよ、皆さん。なので、そういったものが体で反応してると思うんですね。まあ、これ僕の意見なんですけど。で、僕はそれはもう原発のその3.11の、西暦2011年前から僕はそうしてましたし、で、まあ、それ以降もね、なんていうんですか、放射性物質とか、まあ、放射性物質なんて、ぶっちゃけ、もう核実験とかたくさんいろんな国がやってるんで、あんまそんなに変わってないんで、それはあんま関係ないと僕は思うんですけども、そういうのもありますし、もともとのね、核実験、その放射性、その物質の、その事故以前に、その、もう漂ってるわけですよ。で、それを除いたとしても、世の中には、放射線とか放射能みたいなのは、もう、もともとありますから、どこにも。強い地域もあるし、原発のそういう事故のところの周辺とかよりも、すごい強いところもあるし、自然界には。そういうのを皆さん知らないで、なんか原発悪いとか、原発でこうだとか、なんかもう洗脳されちゃってますけども、まあ、いろんなところから考えなきゃいけないですよね。まあ、原発も危険ですし、そういった車とか、車も交通事故もあれば、そういう排気ガスとか、で工場とかがあるわけですよね。日本にはたくさん工場があって、そういった川を汚染したり、海を汚染したりとか。もうこれで健康がね、健康なはずがないんですよね。花粉症とか、そういうの言ってますけど、だから花粉症とかスギ花粉とか、もうすごい悪役にされてますけど、だからちょっとかわいそうだなって僕は思いますよね。じゃあなんでスギ花粉とかを悪役にするかって言えば、お金儲けなんですよ、お金儲け。製薬会社がお金儲かるじゃないですか。で、なんでそれに乗っちゃってるかっていうと、結局じゃあ、スギ花粉だけじゃないよと、いろんな化学物質もあるよとか、いろんなその原因があるよってなっちゃうと、お金儲けできなくなっちゃうわけですよ。例えば、添加物とか、添加物のない安全安心なご飯にしようとかなると、商品が売れなくなるわけですよ。お菓子とかインスタントラーメンとかも、ジャンクフードとか売れなくなっちゃうわけですよ。で、無農薬にしようとか、僕無農薬推奨しますけど、無農薬にすると、もう農協とか、それで既得権益。農薬作って農薬ばらまいて、飯食ってる人もいるわけですから、まあ、こういう言い方したらあれですけども、そういった人たちの、そういった組織、そういったやつ、そういった人たちの、利害がもう一致してるわけですよ。だからこれはもう花粉症が悪いところにしとこうと。で、花粉症悪いっていうことにして、スギ花粉だと。これを抑えるためには薬が必要。これ飲めば大丈夫ですよ。っていうふうにもう、みんなアホみたいに洗脳されて、それ飲むでしょ。で、それいたちごっこなわけですよ。どんどん、飲んで、それがまたね、耐性ついたらまた新たな、化学物質か。だって、スギ花粉が新たに変わるわけないんだから。スギ花粉と新たなそのなんか、かアレギー、その化学物質とかが、また強いものが出てきて、またって、スギ花粉だけでそんな変わるわけないじゃんか、もう、普通に考えれば。でも、みんな洗脳、アホみたいに洗脳されちゃってるから、また新たな薬作って、で、それも製薬会社も儲かる。で、他のね、企業とかは、そいつのせいにしとけば、花粉がどうたるかが、スギだ、スギ花粉だ、ヒノキだ、まあ、よくわかんないですけども、そういうのをしとけば、自分たちのその化学物質の製品も売れるわけですよね。まあ、最近はね、無添加のやつがね、増えてきましたけど、ようやく。でも、できるだけ、その安価にね、保存料とかそういったね、ものを使って、化学物質て、適当に使って、それ売った方が金儲けになるわけですよ。だから、自分たちの作ってるもんがね、健康被害になってるとか言っちゃうと売れなくなっちゃうわけですよ。車なんてね、もう日本の基幹産業、自動、日本を支えてる産業ですよ。それでもう排気ガスばらまいてるわけですよ。
今ね、あの、本当だったら、もしね、僕が総理大臣になってれば、10年、もっと早くね、なればね、もうエコカー、完全エコカーにして、もうそれ以外はもうダメですって、規制すればもうすぐ、変わるんですよ、すぐ。すぐ変わる。だけど、それ、政治家とかも癒着してるわけじゃないですか、そう、大企業と。で、そういうふうにしないように、なるべく伸ばして、なるべく売れるようにして、足並み揃えて、やってるわけですよ、もう。クソどもですよ、クズ、クソ、カス。こういう奴らがね、既得権益のためにね、本当に、その、大衆がね、もう犠牲になってるわけ。で、大衆は大衆でアホだから、全然そんなんね、知らずに、車ブーン、気持ちいいなーって、そんなアホみたいに。で、なんか、ね、コンビニとかね、そういった、まあ、ジャンクフード、ファーストフード食って、あ、美味しいなーとか、もう、アホなわけですよ、もう。もうだからもう騙されちゃって、騙されて、もうね、あんまり言うとあれなんですけどね。だからもう、だしみんながね、そうちゃんと目覚めてね、そういう風にやると、もう企業も売れなくなるから、じゃあ変えていこうってなるけど、みんなアホだからもう普通に食べちゃうわけでしょ。食べたりね、なんかもう、食品、あれは食品じゃなくて商品だから。食品だじゃなくて商品、商品。食品じゃないんですよ。だから、ああいうもんね、食べてね、毎日毎日食べてね、まあ、たまに食う分にはいいけどさ、俺もたまにさ、ポテトチップスを食べるけどさ、まあ、たまにね、まあ、そんぐらいいいけど、タバコ吸うよりはマシだろ。だから、まあ、だそう、タバコとかもね、そういうね、タバコのせいにされてるけど、潰されてるけども、本当はね、いろんなものが原因、いろんな複合的な、総合的な原因を持ってしてなのに、そうしちゃうと、商品が、食品が売れなくなる、ファーストフード売れなくなる、なんかシャンプー売れなくなる、ボディーソープ売れなくなる、ハムとか、ね、ソーセージが売れなくなる、お菓子売れなくなるとか、もう全部売れなくなっちゃう。野菜売れなくなる、果物売れなくなっちゃうとか。まあ、ある程度、まあ、食べなきゃいけないから、全く売れないわけじゃないけれども、そうなっちゃうわけですよ。で、服とかだって石油製品とか、ね、いろんなもの使って、まあ、まあ服はまだいいけどさ、まあ、でもね、服とか、まあ、工業用品、工業品とかもさ、工場建てて、それで、まあ、まあ破壊されてるわけですよね、自然が。ね、まあ、昔に比べたら全然マシだけれども、それでも、そういった、まあ、まあ、車とかもそうですし、普通に走ってて、まあ、少しずつは良くなってるけども、そういったものが、もう、総合、複合的になってるわけで、そういうのを見ないといけない。だから、もう、自分の身は自分で守らなきゃいけないんですよね。今回のね、なんか、新型肺炎、その、なんちゃらウイルスとかも、結局は、そういうふうにして、まあ、どこかが利益を得てるわけですよ。だそういうね、仕組みになってるわけですよ。だから自分たちでね、防がなきゃいけないっていうところに来てるわけですよ。それを目覚めてる人と目覚めてない人、意識高い人と意識が低い人がいるので、僕は、みんなにね、気づいてほしい、目覚めてほしいと思って僕は啓蒙してるわけです。選挙にも出て、インターネットでもね、僕はブログとかホームページもそうですし、この動画でもそうですし、発信してるわけですけれども、全然ね、それも本当にね、かわいそうだなと思いますけどね。だから僕は本当に普段からもう10年以上前からもうそういったね、意識で、まあ、健康もそうですし、まあ、マスクとかもそうですし、マスクだけじゃなくて、メガネとかもしてるからね、そういう入らないように、目から入らないように、もう、だからもう完全フル装備してるんです、正直。あんま言いたくないんですけど、そうですね、僕のプライベートのことあんま言いたくないんですけども、そうなんですよ。だから、コロナがね、どうたらこうたら言う前からもう、僕はもうそういう意識で生きてるんで、あんまり別に動じないですよね、そんなに。そういう意識で生きてるんで、だからそのマスクがないとかも、まあね、そんな、ですよ、正直。だからこれがね、ずっと続いちゃうと困るけど、やっぱり僕はそういう風に生きてるんで、まあ、割と大丈夫ですよね。なので、花粉症っていうね、実は、持ってる人も、実は、花粉症じゃないかもしれないですし、何か、
原因があるのかもしれない。僕が今日突き止めたように何かがあるかもしれないですよね。だから皆さんもね、なんかこう違和感とかあったら、そこに対して、ね、どこだろうみたいなね感じで調べていただくと、もしかしたらそれは花粉症じゃなくて別の何かで、それをちょっと改善して、それをちょっと良くしていくと、ちょっとこう体の症状が良くなったり緩和するかもしれないので、まあこの時期、まあ、もうテレビつけて、あ、花粉がどうたらこうたら、あ、私も花粉だとか、薬飲まなきゃとか、そういうことはもうちょっともうお花畑の思想な、思考回路なので、ちゃんと、もちろんね、薬飲むとかも、必要であれば必要ですけども、僕もね、目がねこうイガイガつかゴロゴロしてたんで、病院行って、アレルギーのね、目薬したらもう一発で治ったんで、そういうのも併用しては欲しいんですけれども、それ以外に、もうちょっと目を向けて、ちょっとなんかこうセンサー貼っていただくと、あ、実はこれだったみたいな、そういう風に、そういうのあるかもしれないんで、そういう風にね皆さんも、ちょっと意識して、いただけたらなと思います。本当ね、皆さんこう本当、まあ、テレビとかも洗脳、テレビは洗脳装置なんで、まあ、この YouTube もこの僕が発信してるのも洗脳装置です。だから世の中に洗脳という洗脳がないものはないですから、自分がどれに洗脳されたいからなんですよ。だから脳を新しくするわけですから、脳を洗うわけですから、いい意味で、ね、本来であればいい意味で捉えられてもおかしくないんですけれども、なんか洗脳というともう悪いイメージにしてるんですよね。悪いイメージに。でもその洗脳、そういう悪いイメージにしてるテレビとかマスコミ自体が洗脳装置なんで、恐ろしいでしょ、うん、だから恐ろしいんですよ。むやみにね、こうその受けちゃってるわけですから、テレビとか普通につけてたら、うん、もう勝手にこうバー入ってきて、もう潜在意識にすり込まれてるわけですよ。まあ、教育とかもね、学校教育とか義務教育とかも、そこに行って行くだけでも洗脳されていくわけですから、この日本社会に、そういった社会に。だから皆さんも、まあ、それはそれで社会で生きていく上でもう必要なことなので、避けては通れませんけれども、その一方で、自分の視点で思考していかないと、食い物にされます。搾取されます。本当に搾取されて、食い物にされて、ちょっと嫌でしょそういうの、うん、だからそういうの意識してね、生きてほしいなと思います。まあ、ちょっと花粉症の話をね絡めて、さっきのね動画でね、ちょっとね、さっきちょっとおかしいなってもう思ってたんですけど、ちょっと確信がつかめず、その後ちょっと僕は調べたらそうだったんで、それも合わせてちょっとこの動画で、撮ってみました。ということなのでね、もうこれからの季節、まあ、花粉も含め、そのウイルス、コロナウイルスとかもそうですけれども、アンテナ張ってね、生きてほしいなと思っております。こう360度でちょっと難しいのかもしれないですけど、あ、コロナだ、あ、これは花粉だとか、もうその吸い込みがあるんで、それにこう限定するしないで、多角的にね、物事を見てほしいなと。でまた、なん、じゃあそういうふうにな、宣伝、発信してるのはじゃあ何のためかとか、そういったものもね含めてね、考えて、思考していってほしいなと思います。だから正解はね、一つじゃないかもしれないし、いろんな、あ、これかもしれない、あれかもしれないって出てくるんで、そういった、多角的にね、いろんなこう選択肢がある中で生きていくと、なんかね、こう振り回されないで、生きていけるかなと思います。ということで、何かの参考になれば幸いです。後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。はい、失礼します。